皆さん、こんにちは。北京冬季オリンピックでのドーピング問題が波紋を広げています。スポーツ仲裁裁判所が北京冬季オリンピックフィギュアスケート女子の注目選手でドーピング問題が発覚したロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワに対し個人種目出場を認める裁定を発表したことによる問題です。これに対して韓国のフィギュアスケート界が次々と批判の声を上げていたといいます。バンクーバー五輪女子金メダリストのキム・ヨナが SNS に投稿したメッセージを共有したり自身の言葉で意見を述べたりしていました。韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナは次のように述べています。ドーピングを違反した選手は競技に出場できない、この原則は例外なしに守られなければならないというコメントを発表しました。この発言にも様々な意見がありますが、そもそもキム・ヨナって今何しているの？と気になる方もいると思われます。そこで今回はキム・ヨナの現在の状況について深掘りしていきたいと思います。早速調べてみるとキム・ヨナの現在が悲惨という項目がいくつか出てきました。しかしこれといって悲惨な状態に陥っているという情報はありませんでした。浅田真央選手との同世代対決が多くの注目を集めたため選手時代の活躍をご存知の方は多いと思います。2014年の引退後はプロスケーターとしてアイスショーへの出演やモデル活動を中心に行ってきました。そして最近では母親が経営するマネージメント会社で経営を学んでいるそうです。韓国では国民の妹として愛されてきたキム・ヨナも30代の立派な大人になり新たな道に進んでいるようです。母親の会社ということは将来的にはキム・ヨナが社長に就任しそうです。キム・ヨナは現在32歳ですが2022年に結婚しました。キム・ヨナとコウ・リムは2022年10月22日午後ソウルのシルラホテルにて非公開で結婚式を挙げました。2人は5歳差のカップルで2018年オール・ザット・スケートアイスショーの祝賀ステージで出会い恋人に発展し3年間の交際の末に夫婦になりました。キム・ヨナがフォレステラのコウ・リムと結婚した心境を明かしています。自身のインスタグラムにこんにちはキム・ヨナです、良い人に出会って未来を約束することになり昨日多くの方々の祝福の中で結婚式を挙げましたと明かしました。続けて祝ってくださった全ての方々に心からご礼申し上げます。そして準備過程でサポートしてくれた多くの方々にも感謝の気持ちを伝えたいです。このようにたくさん祝福していただいただけに最善を尽くして一生懸命に生きていきます、ありがとうございますと付け加えました。2018年に行われたアイスショーオール・ザット・スケートで知り合った2人は3年ほどの交際期間を経て2022年10月22日に結婚式を挙げたのです。徹底的なセキュリティ対策で有名なソウル・シルラホテルをセレクトし挙式を行いました。2人の結婚式が執り行われたダイナスティホールは最大700人まで収容可能でチョン・ジヒョンやチャン・ドンゴンといったトップセレブたちが挙式したことで知られています。2人の結婚式には元スピードスケート選手のイ・サンファや俳優のチソン、ガールズグループ FX のクリスタルなどが出席したことでも話題になりました。キム・ヨナは今まで自身の恋愛事情についてあまり公表してきませんでした。公にしたくないから隠しているということも考えられますが結婚は35歳までにとコメントしていたことから恋愛や結婚を今まで真剣に考えていなかったのでしょう。ちなみに過去に噂されたお相手は元アイスホッケー選手のキム・ウォンジュンと元フィギュアスケート選手のアダム・リッポンです。アダム・リッポンはゲイをカミングアウトしていることから交際はデマだったようですがキム・ウォンジュンとは事務所が交際を認め2年ほど交際していました。世間から好意的なカップルでしたがキム・ウォンジョンの交通事故隠蔽や派手な女性関係が原因で破局しています。さて引退後のキム・ヨナは綺麗になった、色気が増したと言われています。そこで出てきてしまうのが韓国のお国事情である整形疑惑です。しかしキム・ヨナは自身のインスタグラムで二重まぶたの整形はしていないと整形を否定しています。画像を見てみるとすっぴん風の写真で整形していないと言われればそう見えますがどうでしょうか。幼少期の画像を見ると
まぶたにうっすら二重の線が入っていたので、年齢を重ねるごとに濃くなってきたということは考えられます。極舞台の人がつけまつげをすると二重になるということが実際にあるようなので、キムヨナも化粧のやり方次第で二重のラインが出るのかもしれません。確かに綺麗にはなったかもしれませんが、モデルやイベントに出演しても誰だかわからなかった、キムヨナなの？という声が聞かれるようになりました。整形大国と言われている韓国でも、キムヨナの顔の変化に驚きの声が上がっているようです。さて、キムヨナが悪質なフェイクニュースの被害に遭ってしまったという話があります。2022年10月に4人組グループフォレステラの声楽家コウリムと結婚したキムヨナ。韓国メディアオーセンなどによると、8600人の登録者数を持つ YouTube チャンネルがキムヨナ夫婦にまつわるニュースを4本投稿しました。フィギュアスターのキムヨナ、コウリムと離婚速報、浮気暴露証拠集、キムヨナ妊娠離婚発表などでした。オーセンなどによると、妊娠したキムヨナが不在の間にコグリムが浮気をしたなどという内容で、いずれも全くの虚偽だが3万回も再生されているというのです。同メディアはこれは偽ニュースだと書き込みたくても、コメント欄が閉鎖されている、知らない人がクリックしさらに再生回数が伸びてしまうと注意を促しています。また韓国で偽ニュースなどに対する処罰を強化しようという声が高まっているとも伝えています。キムヨナにまつわるニュースは他にもあります。以前キムヨナが韓国政府から嫌われて干される事態に発展したとネット上で話題になりました。バンクーバーオリンピックの八百長疑惑から浅田真央さん引退まで、キムヨナと韓国の対応についてもまとめてみたいと思います。現在はその美貌を生かしてタレント活動をしているキムヨナ。キムヨナは1990年9月5日生まれ、キョンギドプチョン市の出身です。韓国では国民の妹と呼ばれ、韓国国民から愛されるフィギュアスケート選手でした。2010年のバンクーバーオリンピックでは浅田真央さんを抑え見事金メダルを獲得しています。日本国民が涙した瞬間でもありました。2014年のソチオリンピックでは銀メダルを獲得しました。ソチオリンピック出場を終えて競技生活にピリオドを打ち、現役引退することを発表しました。韓国国民から国民の妹の愛称で親しまれていたキムヨナですが、なんと韓国から嫌われているという報道がされています。韓国の式典の際、当時大統領だったパククネが手を握ったところ、その手を振り払ったことで、影の実力者のチェスンシルから怒りを買い、韓国政府から嫌われたのではとされています。大統領の影の実力者と呼ばれていたチェスンシル被告の命で、横領容疑で逮捕されているチャン・シホ容疑者側近のインタビューを放送しました。チャン・シホ容疑者は韓国のウィンタースポーツのトップ選手育成や選考に影響力を持っていたとみられています。この側近によると、チャン・シホ容疑者がキム・ヨナは干されたと述べたというのです。昨年の光復節式典でパククネ大統領の手をわざと振り払ったのかという質問に、キム・ヨナは慎重に答えました。キム・ヨナは、私がいくら無礼だとしても目上の方の手を振り払ってはいないだろう、立っている行列が合わず右往左往している間そんなことが起きたと釈明していました。また2018年開催のピョンチャンオリンピックを記念して販売された記念コインをめぐって物議が起こりました。フィギュアスケート選手の姿がキム・ヨナではなく、アメリカのグレイシー・ゴールド選手を起用していることで、韓国政府からキムヨナが嫌われているという噂を再燃させてしまう事態となってしまいました。コインにはフィギュアスケートのテクニックの一つであるスパイラルの動作が刻まれています。図案を見たフィギュアスケートファンが、図案でスパイラルをしている姿は米国選手グレイシー・ゴールドが競技をしているものをそのまま使っていると指摘したのです。そして極めつきが金メダルを取ったバンクーバーオリンピック以降、キムヨナの八百長疑惑が後を絶ちませんでした。キムヨナの高得点の背景として、 IOC のスポンサーである韓国の電子企業サムスンの影響力を指摘したのです。キムヨナの八百長疑惑を分かりやすく漫画にしたブログが話題となっています。フィギュアスケートの得点方法が分からない人でも非常に分かりやすくまとめられています。しかし荒川静香さんはキムヨナの八百長疑惑がネット上で出回ることを知り、自身の著書で八百長疑惑について真っ向から否定しています。
しかし荒川静香さんが八百長を否定したことで飛び火してしまいました。さまざま話題に上ったキム・ヨナは現在その美貌を生かしてタレント活動をしています。常にライバルとして比較されてきたキム・ヨナと浅田真央さん、2017年に浅田真央さんが現役を引退した際にはキム・ヨナを引き合いに出し韓国がドヤ顔で報道していました。バンクーバー五輪後キム・ヨナを超えようとしたが完璧な演技を見せたキム・ヨナを超えることはなかった。むしろ最悪の演技を繰り広げキム・ヨナとの差は大きく広がった。浅田真央選手引退のニュースは韓国でも大きな注目を集めていました。メディアは不運のアイコン浅田真央の悲しい別れ、電撃引退の浅田、結局叶えられなかった五輪の金、浅田真央電撃引退宣言、キム・ヨナは超えられなかったなどの見出しをつけ、浅田真央選手のフィギュアスケート人生を振り返る記事を相次いで掲載していました。本人の預かり知らぬところで噂や報道が熱を帯びるというのは少々残念な気がします。いかがだったでしょうか。今回はキム・ヨナの現在の状況について深掘りしてきました。浅田真央さんの引退よりも早く2014年のソチオリンピック後に引退をしているキム・ヨナ、現在はアイスショー出演だけでなくモデルや CM 出演といった活動をマルチに行っています。韓国政府から嫌われているという噂もありましたが、国民からは変わらず絶大な支持を得ているようです。マルチな活躍を見せるキム・ヨナですが、現在は母親が運営するマネージメント会社の理事も務めているそうです。経営について学んでいるとのことで、将来的にはキム・ヨナが会社を継ぐものとみられています。キム・ヨナはインスタグラムも頻繁に更新しています。可愛い私服や現在の仕事状況が気になる方はぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。